アロハ、UJ です。先日ダイソーに行く機会があったんですね。僕ハワイに住んでますので、ハワイのダイソーなんですけど、僕の住んでるところから一番近いダイソーはパールシティっていうところにあるダイソーなんですけど、行きました。そして行ったついでに僕は釣り道具あるかなと思って期待して行ったんですけど、あまりなかったです。ほんの数点ありましたので、それを買って、それプラス網を買ってきたんです。網1ドル75です。日本で100円で売られているものはこちらで1ドル75で売られている、そんな感じでしたね。1ドル75でした。それがこちらです。じゃん。そしてね、これを買ってきたので、僕は海の近くに住んでるので、これを持ってガサガサやりに行きたいと思います。急遽用意したものがこちらになります。これ持ってったら絶対便利じゃないかなというものを揃えました。まず今回買ったガサガサ網ですね。僕が以前から持ってた網が一つありますので、まあ家にあるもので役に立つものを持ってきます。これですね、網3つ持ってきます。トングです。手で触れないもの、これで触ろうかなと思う。これキッチン用のトングです。軍手、素手で触りたくない、カニとかいるかもしれないし、軍手を一応持っていきます。そしてこれクーラーボックスです。これ、バケツの代わりにね、取れた魚は逃がしますけど、とりあえずこの中に入れて鑑賞したいなと思ってこれを持っていきます。そしてこれも一応観賞用でいるかなと思って、魚を入れてこう眺められるかなと思って、ゴム手袋もちょっと入ってます。靴ですね。岩場、結構鋭い岩場なので靴を持っていきます。そして全部を入れるバッグ、こんな感じですね。身軽な感じでいけますので、もう少ししたら行きたいと思います。頑張ります。来ました。どうなることか。一応引き潮を選んできたんですけど、そこまで引いてないかな。まあ、安全第一で来ます。さっき言い忘れたけど、この偏光グラスをかけた方がいいですよ。海の中もっともっとはっきり見えるようになります。サイドプールがあるんだけど、ここの人釣りしてるからね。ここはどうかな、ちょっと波が入ってくるかな。あ、いけるかね。あ、ここもいけそうです。ここここ、あ、結構大きいのもいる。それではこの辺りに陣地を張って早速行きます。行ってきます。やった、早速1匹取れました。2匹目ゲット。2匹とも同じ種類ですね。違うのを探したいな。カニを捕まえました。
終了しました。もっと取れるかと思ったら全然ダメだった。2種類魚、1種類とあとカニ、この2種類しか取れませんでした。残念。でもまたすぐ再チャレンジしたいと思います。思いのほか今日ね、波が荒かったですので無理しなかったんです。あんまり波の当たるところはもう全然行かなかったので安全第一で行きました。今日取ったものをお見せします。まずですね、このしましまで尻尾の方に斑点があるやつですね、これを2匹捕まえました。そしてカニちゃん1匹です。初ガサガサ、結構思ったよりも難しかったです。もっと取りたかった。見えるんですよ、見えるんです。ただ素足っこへ行くって、岩とかほんのちっちゃな岩がいっぱいあってそこに隠れてしまうと、網でどう網を突っ込んでもそこには届かないので取れないですね。ただこれすぐ再チャレンジします。波がもうちょっと低くないと、あ、難しいね。あ、難しいっていうか安全面に欠けてしまいますので、もうちょっと波が穏やかな時にまた来ます。それじゃあね、みんなバイバイ。楽しかった、子供に戻れた。じゃあね。